はい、皆さんこんにちは、ビジマヤです。今回第42回目ということで紹介するトランプはこちら。今回のバイシクなんですけれども、リミテッドエディションシリーズのトランプの紹介です。はい、近くで見ていきましょう。まあ、こんな感じですね。まあ、ここにトラスティス1885年からバイシクルがありますよという感じですね。で、ここにリミテッドエディションシリーズと、ここ何語か、多分フランス語かな、なんか書いてあります。で、ここにナンバー2シリーズ、ん？シリーズ2作目ってことですかね、これは。シリーズ、こっちも多分フランス語だと思います。オブで、これがフランス語で、で10っていう感じ。まあよくわかんないですね。はい、開けていきましょう。まあこんな感じのなんかトランプが入ってて、多分これなんかリミテッドエディションシリーズの説明とか多分書いてあるんだと思います。で、これはなんかカジノっぽいカードですね。なんか書いてあります。はい、で表は絵柄とかは全部変わらずですね。だいぶ昔のなんでね、すごい真っ赤ね。ファンして見てもこの辺がすごい汚れてるのが分かっちゃいますね。スペードのエースも変わらず、多分バイシク、普通のバイシクルと一緒で、多分ジョーカーだけが違いますね。まあ、ジョーカーはこんな感じ、メニュアルシラ書いてあって、で、もう一枚はこのやつの大きいバージョンって感じですね。まあシリーズ2作目みたいな感じなんですかね、リミテッドエディションの。まあ表はこんな感じ。はい、裏はこんな感じです。まあ、箱のこっちと一緒ですね。ただなかなかバイシクルっぽくないデザインですね。青でなんで2個言った、青でね、統一されていて、まあ、天使が2人いて、で多分真ん中はバイシクル、自転車の車輪ですかね、一つありますけど。で、ここになんかハートがありますね。まあ、こんな感じで、これもブラックタイガーとかと一緒で、なんだろうな、すごい触ってるとこことか青くなってきたりしますね。こうやってやったりするとここ押さえつけてるんで、手がちょっと青っぽくなったりとかする時があります。まああんまり気にしないですけどね、洗えばすぐ落ちるんで。まあ、裏はこんな感じですね。まあ、バイシクルなのでね、普通にフライチとかもやりやすいですし、ただこれはマジックにはちょっと向かないかもしれないですね。まあこの青一色なので、例えば裏返すとかなり目立っちゃうので、こんな感じで、だからマジックにちょっと向いてないかもしれないですね。ただ結構普通にバイシクルを毎回扱ってる人だったら、まあ結構新しくていいかなっていう感じはしますね。まあ、普通に使いやすくはあります。あとバイシクルっぽくないのもまた面白いかなと思いますね。なんかさっきイチって思いましたけど、まあ、ダンデブさんのジョーンズチェンジが若干やりやすい、関係ないか。はい、ということで今回はバイシクルのリミテッドエディションシリーズの紹介でした。バイシクにしては本当に珍しいデザインだと思いますね。で、確かこれアメリカにいた時買ったんですよね。アメリカのコスコで買いました、ね、なんか面白いな、面白そうだなと思って買いました。まあ日本だとコストコっていうの、まあ普通に今だったら、日本だったら楽天とかアマゾンで普通に売ってると思うので、で料金も確か800円とかそれぐらいだったと思うので、もし興味のある方がいたら買ってみてください。ということでバイシクルのリミテッドエディションシリーズの紹介でした。